江川卓の高され。今回はオリックスについて。オリックス。まあ高されでは直近だと岡田監督の采配っていうのをこう評価することが多かったと思うんですけど、はい、まあ、今回はパ・リーグ3連覇に導いた 中島監督にちょっと着目したいなと。はい、ご挨拶しかしたことないんでね。戦ったことはないですよ。ないでしょう。まあないと思うけどな。おいくつですか？54か。54です。だからやってないですよね。まあ、中島監督は、最後の、阪急の選手、うん、で、阪急最後のホームランを打ったの中島さん。あ、そうなんですか。でちなみにそれが、ちなみに昭和最後のホームランも中島さん。あ、昭和最後のホームランも、はい、中島さんが打ってる。まあ、中島監督というとキャッチャー出身、はい、なので、キャッチャーの使い方であったりとか育て方がうまいということで定評があるんですけども、うん、まあまずその江川さん対戦はないとのことだったんですけど、その江川さんの印象っていうのは。僕がちょっと勘違いしてるかどうかわからないんですけど、中島さんは現役の時にもう一人ライバルのキャッチャーが来た気がするんだよね。その時誰か。伊藤。西武の時伊藤がやっぱりライバルだったよね。一緒に西武いたんだっけ？一回西武行ったんだっけ？あ、阪急でってことですか？いや、阪急の後なんですよ。阪急、西武行った後、その後どこ行ったんでしたっけ？阪急、西武、横浜、日本ハム。中島さんは多分まあ当時130試合だったのか140試合か分かりませんけど、なんとなくイメージは70試合から80試合マスク被ってるってイメージなんですよね。どうなんですか？そこの2年目が70試合で、うん、3年目120試合、4年目95試合で、5年目129試合、6年目115試合、まあ、その後から半分とか。ということはあれか、西武行った時に伊藤さんの後に多分ずっと中島さんがやってるのかな。西武の時は半分ぐらいしか出てないです。その後は全部出てるの？あ、西武、一番初めの阪急の時の、まあ、3年目から6年目ぐらいまでは、ほとんど出てて、その後から半分ということは阪急でずっとかぶってたんだ。阪急でもそうですね、なんか全試合出てるっていう感じじゃないですか。だから僕のイメージはね、なんか最初から西武っていうのもその苦労されてそのポジションを得たっていうイメージがすごい強いんですよ。だからなんていうのかな、イメージとしてはものすごく苦労人で監督にこうなっていかれたっていうイメージが強いですね。ものすごくだから今昭和最後のホームランっておっしゃいましたけど、打撃は割とこう、まあ、昔で言うといぶし銀って言って、うん、渋い打撃だったような気がするの。割とこうすごくホームラン打つというよりも粘りこくなんか打席で打つようなイメージがすごくイメージあるんですけどね、中島さんの場合は。だから多分、まあ、キャッチャーですからリードの仕方っていうのも多分その、まあ、安全っていうかこうギャンブルしないキャッチャーだったんじゃないかなっていうイメージですね。で、まあ、キャッチャーなんでバッといいピッチャー陣を多分作り上げた思いますけどね。まあ、キャッチャーだから受けてるとこのいいピッチャーが分かるから、うん、キャッチャー目線で見てそのいいピッチャーをこうやっぱり揃えていったっていう、そこの3連覇だったんじゃないかと思いますけどね。ではまず中島監督の采配、中島ジックと呼ばれてるんですけども、うん、一つ目、まずキャッチャー起用っていうところから、はい、はい、まあ昨シーズン、うん、レギュラーのキャッチャーさん伏見選手が日ハムに FA で移籍して、はい、まあ、代わりに森選手が、うん、はい、入ってきたんですけども、まあ、使い方とキャッチャーの起用の仕方というんですかね、うん、例えば山本由伸選手の時は若月選手をキャッチャーで起用したりとか、うん、その打撃好調だった頓宮選手は、一塁に抜擢したりですとか、うん、
あのキャッチャーの起用法っていうところ、まあいろんなタイミングでキャッチャーを使い分けると。で中島監督自体も選手の時に、まあ、例えばマイケル中村選手の専属捕手として出てたりとか、なんかずっと使い続けるというよりはこう使い分けるっていうことが目立ったんですけども、はい、その辺のキャッチャーの起用法っていうところはどうでしょう。多分ですね、キャッチャーやらしたんで、ピッチャーが嫌がるキャッチャー、嫌がるキャッチャーっていうのを言い方おかしいのかな、合う合わないっていうのはすごく、僕はピッチャーやってましたんで、キャッチャーでもこう合うタイプ合わないタイプがいるんですよね。だから逆にキャッチャーからすると、このピッチャーだったらこのキャッチャーが合うだろうなというのを多分考えて、まあ、人に絞らずに一番投げやすいと思われるキャッチャーを選んでたのかもしれませんね。もしかすると極秘にキャッチャーには言っちゃダメなんで、ピッチャーを呼んで誰が投げやすいって聞いたかもしれないですね、うん、絶対言うなよと、うん、言ったら困るんで、お前が誰が投げやすいって言って、僕はこの人がいいですと、うん、誰でもいいですって、ね、いろんな言い方があるでしょうから、で、この人が投げやすいって言ったら、じゃあそれで組んでやってもらうということまでやったかもしれませんね、うん、でそれもさっきの中島さんの経歴を見ると、そういうふうに苦労してきたので、一人のキャッチャーがこういろんなピッチャーを受けるというよりも、合う人を起用しておくとやりやすいんじゃないかということで考えられたんじゃないかと思いますね、うん、で、もう一つ先ほど、キャッチャーなのでピッチャーの状態が分かるという話があったんですけども、うん、この当初、まあ、育成法であったりとか起用法っていうのも評価されていて、うん、まあ、これも中島監督が選手だった時、うん、で西武時代に松坂さん、うん、との、バッテリーを組んでいて、その時は、伊藤選手がレギュラーだったので、はいはい、中島さんはほとんど出番がなかったんですけど、うん、まあ、松坂さんが入団するとその専属捕手としてこう出番が増えてきたと、お、まあ、そういったことがあったんですけど、肩にはめず気持ちよく投げさせるリードというのが評価されていて、松坂さんは球種が豊富なんですけども、うん、その中でカットボールを勧めたのが中島さんと言われています。ああ、そうなんですか。そういうのを含めて、そのピッチャーの、まあ、育成であったりとか起用っていうところは、いや、それはすごくこれだけのピッチャーを育ったんですから、すごくうまいと思いますし、うん、まあ、その監督のキャッチャーですから、ピッチングコーチも多分ピッチャーのことすごく理解できる人多分選ばれてると思いますね。で、その今さっき言った中島さんが松坂さんに言ったカットボールなんですけど、これ多分困った時のカットボールってイメージでいいと思うんですよ。カットボールってどうしてその選ぶかっていうと、カウントがちょっとこれまずいなと、まっすぐ離れてるなっていう時にちょっとこう曲げたい、曲げるとバッターがこう芯外したりするボールなんですよね。だからメインのボールじゃないんですけど、困った時にカウントを悪い時にちょっとカットしてかけるとピッチャーも安心して投げられるんですよ。なんとなく、ま、曲がってくれればシーンいかないなっていうところでストライク取れるってことなので、それがまあ松坂さんにおすすめになったっていうのは多分そういうところもあったんじゃないかと思うんですよね、うん、どうしてもストレートでいかなきゃいけないカウントってあるんですけど、それはやっぱ他ないんですよ。ストライクでストレートが打ってバッターもストレートで待ってるタイミングっていうカウントがあるんでね、うん、でそれをフォークにしちゃうと振らないとボールになっちゃうんで、でもカットボールだと振らなきゃストライクと行くっていう、でも右ピッチャーだったら外側に逃げていったりしますから、左ピッチャーは、まあ、左バッターの場合は中にクッと入ってくる、詰まるっていうことになるし、そういう意味では非常にこう有利とピッチャーにこう余裕を与えるボールなんですね、カットボールとか、うん、それをだからそういう時にこう投げさせたっていうのは、多分ピッチャーに対して非常にこう余裕を持たせるためっていうのを考えていくと、いろんなことを考えられた方なんだなというふうに思いますね。まあ、その時のエピソードなんですけど、まあ、松坂選手がなかなかマスターできなくて、はい、まあ、規則な変化だったようで、はい、その時に中島さんが指の骨を骨折したことがあったということなんですけど、あ、なるほどね、はい、キャッチャーの骨折からね、ね、ね、これはカットボールってこう多分ストレートでこう投げてきて、手首で少しこうプッとこう滑らすっていうか、スライダーとはちょっと違う、スライダーはこう折るんですけど、カットボールでパッとちょっとこう、ふっとこう、あとは縫い目でちょっとやるんですけど、
正式には右ピッチャーだとこういってこう曲がるのがカットボールなんですけど、たまに曲げるとこっち曲げる時あるんですよ。多分そんなことないだろうと思うでしょうがあるんですけど、こう曲がった時にこう曲がらないでこう曲がってきて、その時に曲がると思ってきてこっち当たると骨折するってことがあるかもしれないですね。僕カットボール投げなかったんですけど、別に理論は知ってるんで、投げろって言えば投げられるんで、あの何にも掘れないじゃん、まあ、ないじゃんと思ってる方多いでしょう。全部一応球種を掘りましたから。まあ江川さんあのカットボールはカットボールではないと思うんですけど、はい、その速いストレートを投げていて、はい、まあ小倉さん、はい、ボールを蹴る痛さに、まあ、金目を上げるというんですか、10年間ぐらい血行不良が戻らなかったっていう、はい、指のどこちょっと指ですね、はい、まあ、そういうキャッチャーの苦労といいますか、あこれね、言ったかどうかちょっと記憶ないんですけど、ミットがキャッチャーってミットを厚くすると痛くないんですよ。だけどミットを厚くすると音がしないんですよ。ボンって入るんですよ。で僕はボンって入るの嫌いなんですよ。ピシャーっていう音しないとダメなんですよ。それはミットを薄くしないとピシャーっと音しないんですよ。だからボソンって入ったらミット変えてくれって言ってたんですよ。その厚いミットやめてくれと、気分悪いから、こっちがノリが悪くなるから。そうすると非常にこう薄いミットでパシッと入るのが痛いんですよ。痛いね。そのこの人差しミットだけ厚くしてきたりするんですよ。ピシャッとくるから、そこのところが苦労したんじゃないかと思いますよ。僕嫌なのからね、嫌な顔するからすぐそのやめてるんですよ、ミットは。ということがありました。しょっちゅうありました。で、もう一個、中島監督のエピソードで、はい、この選手時代なんですけど、はい、まあ、阪急オリックスで活躍した星野伸之選手、星野伸之投手、はい、で、まあ、この選手ストレートが最速130キロ台なんですけど、70キロとか80キロのスローカーブと、はい、あと、フォーク、110キロぐらいのフォークを投げていた選手、はい、で、まあ、星野選手が投げているときに、その星野選手のスローカーブ、試合中に中島さんがミットじゃなくて素手でキャッチして残ってますか、はい、で、まあ、そのカーブを素手でキャッチして、まあ、星野さん投げた球よりも速い球で返して、まあ、会場、まあ、スタンドが大爆笑となったっていうエピソードがあるんですけど、いらっしゃった方ですよ、ね、でも星野さんの投げ方っていうのは左ピッチャーなんですけど、カーブを投げられて、バッターがまっすぐで待ってるタイミングの時に全部フォークを投げるっていうことで成功されてるんですよ。それは現役中知ってたんだけど言えなかったんですね。言っちゃうとみんな分かっちゃうんで、僕は投げ方はそうだなっていうこと、それは中島さんが多分星野さんと相談されてそういう選択をされてる。非常にうまいよ。だからみんなストレートのタイミングで振り出すとストレートに見えるから振るんですよ。全部フォークなんですよ。そういう非常に上手なコンビネーション持ってたんで、スピードでやれたんですね。まあ、その下で、俺のに遅いよっていうことを見せるのに、手で取ったんですね。と、何が影響するかっていうと、相手ピンチがそんなに遅いのかって言って、で、来たと思って打つと方がなんで、そういう影響を考えながら、そこやったんだと思いますけどね、非常に。だから、非常に考えられて、その相手がどう考えるかを考えてやったっていうことだと思いますけど。ただ、まあこの試合はですね、うん、まあ、その後に星野選手が、まあ、いくらなんでも素手で取るなと言って、はい、まあ中島さんは大きく取れたんで、ちょっとミットが届かなかったです、うん、まあ、そんなやり取りがあったらしく、うん、で、まあ、それが影響したのかわからないですけども、9回裏にサヨナラホームランを打たれて、負け投手になってしまった。あんまりやりすぎだよっていう教訓ですよね。まあでも面白いじゃないですか、プロだというのもね。中島さんは狂犬っていうところで有名だそうですね。そのイメージないんですよ、その中ではね、普通に方は良かったと思いますけど、狂犬っていうイメージはこれはあったかなと思って。結構名前上がりますよね、肩強い選手。足に行くと、でも梨田さんの言い方ね、梨田さん、
まあすごかったからね、うん、センターと古田さんがいたしね、そのイメージが強いから、だからあんまり中島さん強肩だって、でもそういったら怒られるから、ね、だったんでしょう、はい、まあ、ピッチャーの人から見て受けやすい、受けて、もらいたいキャッチャーっていうのは、そのさっきおっしゃったそのいい音を立てて、気持ちを良くさせるタイプなのか、それともインサイドワークで自分の投げたいところを要求してくるっていう球種を要求してくるっていうキャッチャーなのかっていう、あ、対立するとどうですか。まあ、練習の時っていうか音っていうのはその乗っていくために音をさせてくれた方がいいという、自分が球速いっていう、まあ、ここストレート系が多かったんで、それはもう音があった方が乗っていくっていうのがありますけど、キャッチャーとして一番何が大事かっていうと、まあ、ピンチの時にこういうふうに攻めたいなと思ってるイメージがあるわけですね。それがキャッチャーはちゃんと分かってサインが出してくれるキャッチャーが一番信頼になるっていうことですかね。そのピンチになった時に自分がこういう感じで抑えたいと思ってて、キャッチャーとサインが合わないとすごくリズムが悪くなるんですよ。そうすると打たれてしまうことが起きてくるので、そこのところはやっぱりお互いの信頼が持てるっていうか、これ投げたいなと思った時にバッと出るようなキャッチャーが一番いいというふうに僕は思いますけどね。そこに最後のこと出るか、それでいいんだっていう感じがしますけどね。だから大体僕の場合は山倉選手でしたけど、山倉がこうサイン出して、それダメだろうって言った時に、いやそれいい、ダメだって言った時に、じゃあこれでそれそれつって投げて、大体打たれますよね。大体打たれますよ、8割ぐらいは。でやっぱあいつの考え方も正しいかな、うん、受けてるキャッチャーが一番わかるんだね、ピッチャーの調子。ピッチャーは常に自分のいいと思っちゃってるから、うん、わかんないんですよ、悪いの。あんまりキャッチャーが受けてる感じはわかるんで、だから、まあ、例えば僕の場合は山倉がめちゃめちゃ今日カーブのサインもいいじゃんって、ね、タイマーつってカーブのサインちょっと多すぎるよさ、まあ、ボール来てないんだよって言われる時がありましたから、言ってるじゃない、いや来てないんだよ、そういうのはよく会話してましたから、キャッチャーが一番わかるってことですよね。ピッチャーよりもキャッチャーの方が分かります。だから中島監督だとこれ言っていいかどうか分かる、勘ですけどね、勘ですけど、ピッチャーがあんまり調子悪いっていうのが分かった時には、キャッチャーがピッチャーに分かんないように中島監督にサイン出したと思うんですよ。サインがあるんですよ、内緒のサインが。で僕も知らなかったんで、山倉が藤田さんの時に藤田さんに出してたらしいんですよ。それでピッチャーが分かる、ピッチャー騙しちゃうから、分かんないのサインがあるらしいんですよ。今日ちょっと持たないですっていうサインが、早く書いた方がいいみたいな、まあ、準備させあったらしいんですよね。準備させた方がいいとか、僕は全然知らなかった、あったらしいですよ、今日はちょっとまずいですよみたいな、あったらしいんで、多分中島さんとキャッチャーは多分そういうサインがあると思います。僕は知りませんけどね、はい、想像ですけど、そのぐらいのことをされていると思いますね、うん。今回はオリックスの中島監督の、キャッチャー出身ですので、どういうふうに考えたり、まあ、考えられたりされたりして、まあ、ゲームの組み立てをしているかっていう、あくまで想像ですねをしてみたりしました。今回のお願いは、県シリーズ、福井県の皆さんぜひお願いしたいと思います。福井県はですね、レッドソックスの吉田さん、それから川藤さん、阪神の OB 会長ですね、川藤幸三さんも福井県ということですね。で今年、試験をやって、来年の3月16日だったんですかね、駿河に金沢から新幹線が行くということになりまして、地元側が立っているということでございますので、今回は福井県の皆さん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。